朝日南海上一郎は、鹿児島県大島郡天城町出身で大島部屋に、所属した、元大相撲力士。本名は、県広和、愛称は県。身長180センチメートル、体重142キログラム、血液型は A 型。特異種は食い下がり、出し投げ、左四つ。最高位は、東前頭16枚目。 2011年の大相撲やお帳問題にて引退勧告処分を受け引退した。1992年に東京の徳之島出身である大島部屋の朝日、道さんが徳之島へスカウトに来た際に自ら入門を志願して中学卒業と同時に大島部屋に入門し、1993年3月場所において初土俵を踏んだ。 1995年11月場所に三段目へ昇進し、1999年11月場所に幕下へ昇進したものの、幕下昇進から5年以上にわたって、幕下注意から位に在位し続けた。2005年3月場所では、東幕下9枚目の位置で6勝1敗の成績を上げて優勝決定戦まで進出し、7人による、 優勝決定戦も制して初の幕下優勝を果たした。翌5月場所でも東幕下2枚目の位置で6勝1敗と勝ち越しを決め、同年7月場所において新十両へ昇進した。幕下生活が長くなり、関取を諦めかけていた際に励みになったのは戦後最年長で新十両昇進を果たした手羽の里の存在だったという。 自己最高位となる西十両6枚目の位置で迎えた2006年3月場所では自身初の2桁勝利となる10勝5敗の好成績を挙げた。翌5月場所では西十両2枚目の位置まで番付を上げたものの4勝11敗と大敗して場所後の新入幕は果たせなかった。2007年11月場所では西十量十三枚目の位置で6勝9敗と負け越し、 翌2008年1月場所では幕下へ陥落したものの翌3月場所において重量へ復帰した以降は幕下に陥落することなく主に重量注意から下位に定着していた2010年7月場所では西重量12枚目の位置で10勝5敗の成績を挙げる通常ならば幕内へは昇進できない位置と成績だが大相撲野球賭博問題の影響で 多数の近親休場者が出たことにより幕内の枠が9つ空いたため番付を一気に上げて翌9月場所において新入幕を果たした初土俵から所要105場所の新入幕は同じ鹿児島県出身の星岩戸に次ぐ史上2位のスロー記録となったその9月場所では4勝11敗と大敗して1場所で10両へ陥落し結果的に この9月場所が本人にとって唯一の幕内在場所となった。2011年の大相撲八百長問題では22代、竹縄親方と江無との E メールの内容に名前が挙がり、その後の特別調査委員会の調査により、同年4月1日に日本相撲協会からの引退勧告を受けた。本人は八百長への関与を否定したものの、処分されても、 日本相撲協会を相手に訴訟は起こさない意向を示し、同年4月5日に引退届を提出して受理された。同年4月28日にアントニオ猪木の招待を受けて、猪木ゲノムフェデレーション、ゲノム15の観戦に訪れた。本人は引退直後にプロレスへの参戦を示唆していたものの、結局は妻の実家のある福岡に引っ越すことを表明し、 その後の動向は明らかになっていない。引退時の番付は2011年2月28日発表の巡席による。ありがとうございます。